シムス級駆逐艦はアメリカ海軍の駆逐艦の艦級。7カ所の造船所で建造され、1939年から40年にかけて収益した。ネームシップはウィリアム・シムス提督にちなみ命名された。第二次世界大戦に先立って建造された最後の艦級である。ベンハム級駆逐艦をベースに設計された。並装について様々な案が出された後、 ベンハム級より船体を若干大きくして建造されることとなった。コイン地方は従前通り5機配備となり、魚雷発射艦は1機減じて3機配備として、1機を守備線上に、2機を両舷側に配備して、マハン級駆逐艦と同じ配置となった。しかし、一番艦シムスが収益すると重大な問題が露呈した。重量型とそれによるトップヘビー状態が、 あまりにもひどく、早急な回収が行われた。すなわち、魚雷発射艦を一気撤去して二機とも守備線上に配置し直し、単焦灯台の撤去やバラストの装着など、徹底した重量軽減策が実施された。二番艦、ヒューズ以降は、改善策を反映させてから竣工して収益した。期間は、ベンハム級と同一である。はじめは、 全席大西洋艦隊に配備された。真珠湾攻撃後は、ウェインライト、バック、ローが大西洋戦線に止まり、残りは太平洋戦線に転じた。バックは、サレルの沖で U ボートの攻撃により沈没し、ウェインライトとローは、地中海の戦いが幕を閉じると、本国に帰投して、整備の上で太平洋戦線に移動した。太平洋戦線で戦った艦は、 初期から日本海軍と激闘を演じた。35海海戦でシムスが沈没すると続くミッドウェイ海戦ではハムマンが損傷した空母ヨークタウンに横付け中 E168 の雷撃で沈没した。9月15日にはオブライエンが E19 が空母アスプを狙って命中しなかった酸素魚雷の命中を受け応急修理後日本国に寄投中。 船体が折れて沈没した。多くも第三次ソロモン海戦で沈没した。残存艦はマーシャル諸島、ニューギニア、フィリピン、伊大島、沖縄と転戦して対戦を生き残ったが、1946年までに全艦が退役した。残存艦のうち3隻はオーバーホール途中に退役が決定し、スクラップとされた。四隻はビキニ艦賞での原爆実験である。 クロスロード作戦に使用され一隻が最初の爆発で沈没、三隻は2年後に標的艦として撃沈された。太平洋配備艦、大西洋配備艦ともども対戦中に40ミリ機関砲と20ミリ機銃を装備して対空火器を充実させた。神風特別攻撃隊が出現した後、魚雷発射艦をすべて下ろして、 対空火器のさらなる充実が図られることとなり、マスティン、ラッセル、モリスの3席が当該回収を実施した。ありがとうございます。